宮田満のバイオアメイジング緊急対談、バイオのあの話題はこれからどうなる。この番組はバイオ業界を40年にわたりウォッチしてきた希代のジャーナリスト、我らが宮田満さんが世間を驚愕させるバイオの話題について、行方を握るキーパーソンと対談します。本日のテーマは健康長寿の理想像、百寿者とスーパーセンチナリアンのエピゲノムの秘密を暴く。岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構の清水先生をお招きし、エピゲノム時計を指標に健康長寿を達成する秘策に迫ります。ナビゲーターは株式会社宮田総研代表取締役の宮田満さんです。皆様最後までお楽しみください。宮田さん、よろしくお願いします。はい、宮田さん、ありがとうございました。皆さん、こんにちは。今日東京はしとしとした雨ですけれども、もう西日本は梅雨入りしたようなんですが、今日はそういうジメジメした皆さんの憂鬱な気分をすっきりするような驚くべき研究をご紹介したいと思います。今まで老化が宮田満のバイオアメージングの大きなテーマの一つでした。今までは細胞レベルでいろいろこう老化を議論してきたんですけれども、いよいよ大規模なゲノムコホート研究をの成果を利用してですね、我々はとうとう私たちの生体のゲノムの中に秘められている年齢を測る、クロックを見つけたようであります。で、このクロックに基づいて、様々な遺伝子の、エビジェネティックスな変化をご研究なすっていらっしゃる清水先生を今日お招きしています。皆さんよく聞いていただきたいと思います。かなり衝撃を与える内容じゃないかと思っておりまして、いよいよ老化研究というものが、本当にサイエンスの俎上に上がってきたということを実感できるんじゃないかと思っております。清水先生、それじゃあ最初の20分、約20分で先生の今のご研究の最新の状況と今後の展望をお聞かせいただきたいと思います。で、聞いてる間に皆さん質問は山のように頭の中に出てくると思うんですけど、ぜひチャットで、質問をお寄せください。私の今までの努力ですね、清水先生と一緒に、すべての、質問に答えるように頑張りたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは清水先生、どうぞ口火を切っていただきたいと思っております。はい、ありがとうございます。それではですね、これから私どもの研究の発表をさせていただこうと思います。皆様スライド見えておりますでしょうか。はい、見えております。はい、ありがとうございます。それではですね、発表させていただきます。タイトル、今いただきました通り、エピゲノムを調べてですね、健康長寿を目指すために、エピジェネティッククロックというのを作ったというところのお話をさせていただこうと思います。自己紹介です。青山学院大学というですね、駅伝で最近有名ですけれども、そちらで学位を取りまして、その後、慶応義塾大学の清水信義先生のところでですね、人ゲノム計画に参加しまして、主にいわゆる今でいうバイオインフォマティクス解析っていうのをずっとやっておりました。その後、東日本大震災の後にですね、岩手医科大学に、この東北メディカルメガ計画というところで、ゲノム解析を進めてほしいということで呼ばれまして、その後、こちらで岩手にですね、来て、研究を進めているところでございます。で、以前より研究進めておりますが、病気を発症する際の要因としては遺伝と、環境両方が関係しているというふうに言われておりまして、遺伝の方は全ゲノム解析が最近されるようになりましたので、かなり詳細に分かってきたと。一方で環境の方は、予診票とか問診票、あとは血液検査などを使って見えてくるところがございますけれども、ここに我々はこのオミックスを導入することで、環境と遺伝とオミックス、さらにこの血液比較的検査などを含めた解析をすることで、詳細に一人一人に合った、プレシオンメディスン、個別化予防を実現することができるんじゃないかということで、コホート研究を進めてございます。で、今回参加されている方々ですね、すでにお勉強されているということで、
基盤の部分分かってらっしゃると思いますけれども、簡単に説明させていただきます。エピジェネティクスとは何かというところですけれども、まあ先ほど私、ヒトゲノム計画で解析担当していたという話をしましたが、基本的に人の体の中にある、まあ11兆と言われている細胞の核の中に入っているゲノム情報は、ほぼほぼはどこから取っても同じ配列をしているわけですけれども、実際に出来上がった組織、目だとか腸だとか皮膚だとか全く違う形をして機能を持っているわけですね。で、それはなぜかというと設計図としてはいろんなものができるようなものが核の中に入っているけれども、まあそれをうまく利用して、ここではまあ肝臓を作るための遺伝子を発現させましょうとか、皮膚を作るための遺伝子を発現させましょうということで体を作っていくわけです。で、その後いろいろなホルモンなどを利用して、体がさらに成長していって、成人になっていくわけですけれども、その後、レギュレーションが徐々におかしくなっていって、で、だんだん、こう、老化ですとか、癌とか、生活習慣病になるっていうことが分かってきています。で、このあたりを、まあ、通常年に1回ですね、検診などを受けて、まあ、血液検査の結果などから見ていくわけですけれども、この癌ですとか、老化の部分に、どうもエピジェネティクスが絡んでいるということが分かってきております。で、このエピジェネティクスの中でも、特に核酸 ACGT のですね、DNA の部分に直接影響をして、それぞれレギュレーションを制御しているというものが DNA メチル化です。で、DNA メチル化ですけれども、ゲノム中にですね、CPG アイランドという、CPG がたくさんある場所がゲノム上に点在しておりまして、この CPG アイランドのほとんどは遺伝子のプロモーター領域ですとか、遺伝子の制御領域に位置しているわけです。で、つまりプロモーター領域のメチル化プロファイルというのは転写抑制と相関するということが分かっておりまして、これ実際のその ACGT の C、シトシンのところのこの水素が CH3 にメチル基に変わるということで、このメチル化があるなしで遺伝子の発現が変わります。具体的にはプロモーター上のメチル化が少ないと遺伝子の発現が多くて、徐々に増えてくると減ってきて、かなり高度にメチル化されていると遺伝子が発現しないということです。これが組織、時期、特異的なパターンを示すゲノム上のレギュレーションです。で、我々東北メディカルメガン計画で DNA メチル化解析をしているのですが、そもそも東北メディカルメガン計画ですが、東日本大震災の後ですね、文科省、復興省のサポートを受けまして、岩手医科大学では、岩手東北メディカルメガン機構 IMM、東北大学は東北大学東北メディカルメガン機構の友という形で、呼称しておりまして、それぞれ被災地に医師を派遣したり、地域住民コホートを設定したり、あるいは東北の中心となって3世代コホート、我々はそこをサポートして、あとバイオバンクを作るということを、スパコン、ゲノミクス解析、そして遺伝情報開封の検討、個人ごとの遺伝子の情報を本人にお返しするということを、連携しながら進めてございます。で、特に、それぞれオミクスの部分でですけれども、東北大学と岩手大学が分担しまして、東北がゲノム、岩手が遺伝子発現とメチル化、そして、あと、メタボロームやプロテオーム、メタゲノムは東北大学が担当しております。で、このメチル化について我々が特に中心となって進めているような状態です。で、まあ、我々が進めているんですけれども、東北大学と密に連携しておりますので、東北大学が収集しました3世代コホートの検体も使わせていただいております。で、こちらざっとですね、我々のエピゲノム解析の俯瞰ですけれども、まず3世代コホートではですね、おじい様、おばあ様、お父様、お母様、お子さん、そしてご兄弟というところの参加者がいらっしゃいますので、それぞれ3世代のエピゲノムのエパネルというものを今作成中です。また、お子さんが生まれた時に再対決いただきますので、これの在体周数別、早く生まれた子供と遅く生まれた子供の再対決がどう変わっているか、レファレンスパネルを作り、あるいは双子でどう変わっているか、双子のレファレンスパネル。それから再対決にしかない遊郭赤血球というものの、細胞を分子して、レファレンスパネルを作り、同様にですね、成人コホートでは、好中球や単球、CD4T 細胞などのレファレンスパネルを作りながら、各世代ごとの末梢血を利用して、レファレンスパネルを作ってございます。で、これらのデータはですね、我々が開発しましたアイメチルというデータベースに、それぞれですね、要約統計量、サマリーデータとして公開しておりますので、もし、ご興味のある、研究者の方々、あるいは参加者の皆様いらっしゃいましたら、こちら、アイメチルで Google 検索するか、まあ、これ、入れていただくとですね、こういうデータベース出てきますので、ぜひ使っていただければなと思います。で、今回の、年齢をこうエピゲノムで推定するこのプログラムについてご紹介させていただきます。我々の方の岩手県での参加者がおよそ3万人いらっしゃいまして、そのうち男性が1万2000人でした。で、この中から糖尿病を罹患しておらず、癌を罹患しておらず、タバコを吸っていない、そして BM が25以下の健康な方々を
低リスク群としまして、各年代ごとに分けます。だいたいこれぐらいの参加者がいると。我々のメガバンク広報とどうしても高齢者の方が多いんですが、年代別に32人ずつ、検体を回収しまして、バンクから出庫しました。そして同様にですね、女性の方も1万6000人から40名ずつ、検体をバイオバンクから出庫しまして、解析をすることにいたしました。これで日本人の男性と女性の20代から70代までの、10代刻みのですね、エピゲノムがどうなっているかというレファレンスができたわけです。これを使って健常者と、それから患者さんを調べるということのレファレンスにはなります。例えばゲノムの方は健常者のゲノム情報があって、患者さんのゲノム情報を持ってくれば比べることで、このか、疾患はこの、ゲノム多型が関連しているということがわかります。同様に我々が作ったこの健常者のレファレンスに対して、患者さんのレファレンス、患者さんの血液を調べることで、この病気の方々のエピゲノムはこう変わっているという使い方もできます。一方で、レファレンスのみでですね、解析をすることもできますので、加齢という、加齢、年を取るごとにですね、どう命中化が変わっていくかという解析をしました。で、こちら、うちの研究室の講師のですね、小牧が今回の解析の主な部分を解析担当しましたが、そうすると、男性、女性、それぞれですね、かなりの、CPG、命中化がですね、年齢とともに変わっていくということが、ものすごい量の、命中化の場所が変わっていくということが分かりました。おおよそですね、女性と男性でそれぞれ、3700と、7500箇所の CPG が変わるということが分かってきました。これだけメチル化というのは年を取ると変わってくるということです。ではですね、この加齢についてもう少し調べようということで、エピゲノム関連解析をしました、男女別のですね、見つかったそのメチル化の場所というものを調べると、男性と女性で、同様の傾向がある場所と、あと異なる場所というのもあるということが見えてきました。また、年を経るごとにですね、増えていくもの、あるいは減っていくもの、あるいは反対のもの、こういうものもですね、いろいろ見えてきましたので、より詳細にですね、解析をすることにいたしました。で、この際に我々が作ったそのエピゲノムの差というものが、この、それぞれの年代ごとに特徴をつかんでいけば、年代を推定することができるんじゃないかということで、エピジェネティクスクロックを進めることにいたしました。で、こちらご存知の方も多いかと思いますが、我々が始めるよりも前にですね、ホルバス先生が2013年、ちょうど我々メガバンクが、いよいよ動き出したという頃ですけれども、DNA マイクロアレイ、エピゲノムのマイクロアレイを使って353箇所の CPG を使って年齢を推定するモデルというのを作って、これを様々な研究がこれをベースに進んでおります。で、これ小さくて分かりづらいと思うんですけれども、あくまでの参考ですが、すごくたくさんですね、このホルバス先生のもとにですね、さらにこう、エピゲノムの年齢を推定するというのを、場合によっては、たった一つの CPG、場合によっては3万6000箇所を使って、様々なモデルを作るということが進んできました。で、実際にこのモデルを使ってですね、アメリカなどではですね、ダイレクトカスタマーのサービス始まってまして、血液ですとか尿などを送ると、あなたのエピゲノム年齢は何歳ですよというのをお返しするサービスがすでに始まってございます。で、我々もですね、レファレンスができましたので、同様にエピゲノムクロック作っていこうというふうに考えました。で、これはですね、まず、ホルバス先生、あとレミー先生のモデルというのを我々のデータに適用しました。実はですね、ホルバス先生らの使っているのは先ほどお話した通り、DNA マイクロアレイというのを使った解析です。一方で我々は、次世代型シーケンサーとも呼ばれます、配列決定のですね、シーケンスベースで、出てきたデータを元にモデルを作るということで、かなり手法が異なります。で、そうしますと、直接モデルを導入しても、もちろん相関はこう見られたわけですけれども、かなり弱い相関しかないということが分かってきました。どうも、マイクロアレイで作ったモデルをそのままシーケンサーのですね、データに当てはめることはできないということが分かりました。で、そこでですね、我々先ほどお話した通り、エピゲノム関連解析というものを年齢で実施しておりますので、こちらの先ほど遺伝子名出しませんでしたが、このようにですね、クロモソーム1のオープンリーディングフレーム32番ですとか、RNF180 ですとか、CCDC102B など様々な遺伝子がエピゲノム年齢と関連し、あ、失礼しました。年齢と関連しているよということが分かっておりますし、また、それがですね、こういう低メチル化領域にあるということも徐々に見えてきましたので、我々の手法とマイクロアレイの手法とどうも見ている場所が違うということが分かってきました。で、そこで少し状況を変えまして、
改めて新しくモデルを作ろうということを考えました。まずはエピゲノム関連解析の結果、年齢と関係しますし、CPG 見えてきましたので、それを2つ、16個、48個とどのように増やしていったところ、190個あたりでですね、突然こう、モデルの精度が落ちるということが分かってきましたので、どうもこう、エピゲノムワイドアソシエーションたり、E バスをベースにした場合は96個ぐらい使ったやつが、ベストモデルということで頭打ちになるということが分かってきました。で、そこでですね、エピゲノムクロックのモデルのですね、精度を上げるために、8グループから7グループを選んで、残りの1グループでモデルの検証を行うということでですね、クロスバリデーションをするという方法を取りました。で、これでモデル精度を上げていくこともしたんですけど、これもなかなか難しいということが分かってきました。で、最後ですね、もうこれはもう機械学習法を使おうということで、機械学習法のうちのですね、エラスティックモデルというものを使って、モデルを作りですね、それぞれ影響のある CPG をですね、抽出してきましたところ、そうしましたところですね、235箇所の CPG を作る機械学習法でですね、出てきたモデルを使うと、R スクエアで大体ですね、0.964 ということで、かなり高精度のモデルを作ることができました。で、また作ったモデルに対して、実際にその年齢層の方々の年齢を推定すると、このようにですね、少しばらつきもありますが、かなり精度高く、年齢を推定するということができることが分かりました。このように、初めてですね、DNA シーケンサーを用いたデータから、日本人の男女両方のですね、年齢を推定するモデルということ、モデルを作るということに成功いたしました。で、続いてはこのモデルを使ってどういう解析をしようということで、当然その疾患との関連ですとか、生活習慣との関連ですとか、いろいろテーマとしてはございますけれども、ここでですね、私が持っていた慶応義塾大学の先生方と連携して、スーパーセンテレリアン、110歳以上の方々のエピゲノムはどうなっているだろうということの研究を進めることにいたしました。で、慶応義塾大学医学部には百事総合センターというものがございまして、センター長の新井先生、また、この百事総合センターでエピゲノムを担当していらっしゃる金井先生がいらっしゃいます。で、金井先生からのですね、お声掛けもありまして、今回この百事総合センターの参加者の方々の血液検体を用いたエピゲノム解析をすることができるようになりました。で、実際そのスーパーセンテリアン、どれぐらいいらっしゃるかというとですね、こちら、新井先生からいただいた資料ですが、おおよそですね、全国で168人。なので、100万人に1人程度しかいらっしゃらないという、すごく特殊なですね、疾患と同程度のですね、レアな方がスーパーセンテリアンだということがわかりました。で、さらにですね、人口、生活習慣それでもですね、改善されておりますので、スーパーセンテリアンの人口も徐々に増えておりますし、100歳以上の方も当然こう増えておりますので、健康、寿命あるいは、加齢というのを考えたら、やはり生活習慣、もしくは、疾病対象とですね、外科的なところも含めて、重要であるということも分かっておりますけれども、このスーパーセンテリアンの方々の特徴というのはどういうものがあるかということを、エピゲノムの観点から解析することにいたしました。で、こちらは、戻りまして、割合ですけれども、総人口のうち110社というのはこの程度、だいたい1600人に1人、超110社が2万人に1人、そして100万人に1人程度がスーパーセンテリアンということになります。で、スーパーセンテリアンですけれども、100歳以上で認知症がなく、スーパーセンテリアンが、超百獣、真の健康モデルだということのデータも新井先生からいただいておりまして、認知機能につきまして、110歳以上生存する方は認知機能が高いと、その105歳未満あるいは105歳から109歳で亡くなる方よりも高いスコアを持っているなどということも教えていただきました。で、それではですね、110社のエピゲノム解析に進めさせていただこうと思います。こちらフローですけれども、我々が、これモデルの方で使った参加者の方々のデータですけど、こちら、エピゲノム関連解析をして、それがスーパーセンテリアンでどうなっているか、あるいはエピゲノム年齢がスーパーセンテリアンでどうなっているかという解析をいたしました。で、まず、もうすごくわかりやすい結果ですけれども、我々のモデルを使ってですね、100歳以上の方、特に110歳の方々の年齢を推定したところ、モデル通りにですね、お年を召している方もいらっしゃるんですけれども、すごく若い方もいらっしゃって、もう80代の方もかなりいるということが見えてきました。で、これ年齢別にすると、100歳以上の方、110歳以上の方は、我々が作ったモデルからすると、かなり若く、エピゲノム年齢としては若い状態で維持されているということがわかりました。で、これが100歳以上の方々の加齢、複数回参加いただいた方がいらっしゃったので、数回採血をいたしました。そうすると、実際にですね、その間に年齢を取っ
年を取っているわけですけども、3回こう採血された方などのを見ていくと、傾きがこう見えるわけですよね。どれぐらいエピゲノム年齢が進んだか。でそうすると、まあ人によってはですね、ちょっとデコボコしたり、している方もいらっしゃいますけど、こう、全然変わらない方ですとか、逆にちょっと下がっている方などもいらっしゃって、平均的にはだいたい1年で 0.7 歳年を取るということでしたので、まあ、年齢を重ねるのが、ディレイ、遅れているということが見えてきました。で、さらにエピゲノム関連解析をしまして、20歳から80歳の方と110歳の方の、100歳以上の方々のエピゲノム解析をすると、どうも、ですね、こう、我々のモデルだと、年を経るごとにメチル化が下がっていくけれども、高いままでいる。あるいは、メチル化が高くなっているけれども、低いままでいる。というものがあったの、他にですね、進み具合がさらに少し進んでいる。あるいは、こう下がり具合がさらに下がっているというメチル化もあるということが見えてきました。なので、超110社というのはですね、体の中がまあ、いろんな部分で若くなっていることが分かってきたんですけど、どうも、加齢の方に進んでいる部分もあるんじゃないかということが見えてきました。で、これは遺伝子解析ネットワークいたしますと、そうするとですね、110歳の方々はどうも、癌ですとか、精神疾患に関連した遺伝子については若い状態にあるということが見えてきましたけども、一方で、抗炎症作用などを起こします、SMAD7 の活性化、こういうものがどうも、通常よりも進んでいる状態になっているということが分かってきました。なので、まあ、私どもとしては超110社の方々というのは当然は体の中若くいることで、健康維持できているということもありますが、どうも一部はですね、経験をより積んだことで健康になっている場所もあるんじゃないかということが分かってきました。で、このあたりのですね、成果論文に発表した後にですね、様々なメディアにも取り上げていただきました。で、まとめです。我々はですね、前向きゲノムコホート研究であります、東北メディカルメガン計画におきまして、メチル化解析を中心に行ってきました。で、新規の DNA メチル化解析を紹介した後にですね、日本人に適したエピゲノムクロックを開発いたしました。で、そのクロックを用いて、慶応義塾大学の超110社センターと連携しまして、エピゲノム解析をさせていただきましたところ、超110社というのはですね、エピゲノム年齢が基本的には若いこと。で特に、癌、精神疾患関連の遺伝子については若い状態であることが分かりましたが、抗炎症作用を引き起こすような遺伝子についてはより活性化、より経験を積んだような状態になっているということが分かりました。本研究ですけれども、慶応義塾大学の先生方と、特に荒井先生や広瀬先生、岡野先生のサポート、また、エピゲノム解析について荒井先生、金井先生のサポートを受けました。また本研究、KDDI 総合研究所との連携で進めさせていただきました。以上です。ありがとうございました。はい。ありがとうございます、清水先生。まだご質問1個しか来てませんけれども、私との間で、議論をしている間に質問は来るかなというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。はい、まずエピジェネティッククロック。これ、今までは DNA チップで、見ていたんですけれども、もうちょっと精密に、セカンドジェネレーションのDNA シークエンサーで見ると、さっき見てる場所が違ったんじゃないかとおっしゃってましたけど、そこら辺をもうちょっと詳しく教えていただけますか。はい、ありがとうございます。我々がですね、使っているモデル253箇所のうち、ほとんど全てですね、マイクロアレイとオーバーラップしていませんでした。ですので、今回我々が見ているところはマイクロアレイと違うところを取ってきたので高精度なモデルができたというふうに考えております、うん、で、なぜ違う場所を選んだかというところですけど、実は今日は完全に省いたんですけども、我々のシーケンシングをしてですねエピゲノムを測るときに、まあ、当然ゲノム解析をするとき全部読むという方法もあるんですけれども、非常に高価になりますので、ゲノム中のこう特殊な場所をこう選んでシーケンスイングをしています。で、その場所というのは何かというと、一人一人のエピゲノムが異なる場所を取ってきています。A さんはある場所が 100% メチル化されて、ある方は 20% しかされてない。そういうものをですね、たくさんの方々のエピゲノムを調べたことで、ゲノム中にどこがそういう変化しやすい場所があるかということを見つけたので、それを測定します。一方で、エピゲノム解析でよく使っているアレイの方はですね、がんなどを特にターゲットにしていますので、すごく変わりづらい場所、がんになったことで極端に変わるような場所を選んでいるので、なので全く違う場所を選んで違うモデルができたというふうに考えておりました。なるほどね。いや、だからそういう意味では、今、清水先生がおやりになった方が、よりクロックに適したような領域を見てたってことですよね。
そうですね。我々としてはですね、一人一人のエピゲノムが違うけれども、共通して、加齢につながっていく場所を、見つけることができたというふうに考えています。うん。うん。なるほど。いや、これはなかなか面白いところですね。まあ、20歳ぐらいの今区切りですけれども、例えば、その、今の先生の清水クロックで僕のあれを、ゲノムエピジェネティクスの状態を測って、60歳ですって言われたら、プラスマイナス何歳ぐらいだと考えてますか？そうですね。今のところ、きちっと、精度出しているところですと、少しお示ししましたが、やっぱり前後ですね、出てしまいます。10歳程度出てしまうと思います。なるほど。はい。で、それ、スコアとしては1個出てきます。例えば63歳である。ただ、こう、前後、マージンがありますよという形での結果をお返しする形になろうかと思います。なるほど。これ、さらに、プラスマイナス1歳とか、そこまで精密化する意味がありますかね？そうですね。基本的に1歳刻みで、データを作るとなると、一切刻みの検体も用意しなければならないので、そうそうそう、モデルを作るのがかなり難しくなってくると思います。現状はその、一つの区切り、10歳単位でやってるんですけど、10歳の中に数十人という形にしてますので、うんうんうん、まあ、モデルの規模をですね、もう10倍程度上げるなどの必要があるかとは思ってきました。だけど、よく考えてみると、まあ、疾患の頻度やなんかと考えると、63と64で何の違いがあるんだっていう、感じもありますよね。そうですね。まあ、目標値として、うん、まあ、実際に前後プラスマイナスはありますが、今回の結果は63歳であったって時に、まあ、次に測定した時に65歳ですよとか、60歳ですよって出てきて、当然その誤差はありますけれども、まあ、複数回こう測っていくことによって、徐々にこう、個人での、目安が出てきてますよね。例えば、まあ、一回、ゲノムラは一回測って終わりですから、一度測って67歳だった、うん、ああ、なるほどなって終わったらしょうがないんですけど、例えばこれがですね、まあ年に一回ないし、月に一回測定すると、だん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 こう精度が見えてきて、あ、自分は大体こう今63歳で、63歳でうろうろしてるんだけれども、これがなんかどうも冬になると60歳を切ってきて、なんかどうもいいらしいとか、あるいは、悪くなるらしい。こういうのが見えてくるとですね、どういう生活習慣をすると自分のエピゲノム年齢が加齢に向かうのか、抑えてくるのかって見えてくると思うんですね。こういう情報をたくさん集めることで、一人一人の生活習慣と合わせて、エピゲノム年齢を自分で抑えるようなことができるんじゃないかと思ってますので、たくさんポイントを取ることで、さらに精度も上がるってこともできると思います。これ、あれですよね。集団で、その10歳単位ぐらいの、あるいは20歳単位ぐらいの集団を解析して、相互に比べてるんですけど、はいはい、これ、利用法としては個人で、ロンギチュージナルっていうかもう、その加齢とともにこうデータを蓄積していくと、今言ったように、個人ごとのオーダーメイド的な健康示唆というものが出てくるだろうというお話ですかね。はい、その通りです。我々もですね、まだ少しデータ取り始めたばかりですけれども、うん、まあ、数週間、数ヶ月でどうエピゲノムが変わってるかっていうのを始めたところですが、うん、非常にクリティカルにボンって変わるところと、あまり変わらないところもあるってことも見えてますので、うん、このあたり、これからですね、まさに研究を始めていって、ちょうど私どもの大学で、承認も出たところですので、一人の方を追っかけていって、どうかっていう研究も進めたいと思ってます。うん、わざとストレスを与えたりして。そうですね。マウスのとかで、マウスの実験とかですと、本当にマイクロチューブっていう小さいチューブにこう詰めてどうなるかを研究したりとかっていう研究もございますが、人の場合はなかなか当然介入研究難しいんですけども、逆にですね、介入研究でしやすいのは、例えば運動をしてもらう、何かを食べてもらう、ということもできますし、あとは観察をすることでも見えてくることがあると思います。例えば睡眠時間、ずっと忙しくて睡眠時間この時期短かったんだよなって人と、きちっと寝た人がどうエピゲノム年齢変わるかなども、まあ、見えてくるんじゃないかっていうふうに考えております。いや、これは役に立つし、本当は一家で参加するといい。ある程度。それもいいですね。うん、ぜひ複数回が、まあ、どんどん測定していって、あ、今月は何歳だった、今月は何歳だったっていうのが見えてくるとですね、まあ、自分の生活スタイルも向いてくるんじゃないかなと思ってます。毎日、タニタの体成分計っていうのに乗って、はい。よしはいいのに、体内年齢っていうのが出てくるんですよ。あ、ありますね。はい。はい、うん。あれに近い感じですね。
そうですね。まあ、将来的にすごく廉価になったら、例えばもう本当に朝起きて、ピッと測ったら、今日は何歳だったっていうのがこう見えてくると、だんだんこう、徐々に賑やかになるんだけども、どうもこの時期どうも進んでるなとか、この時期いい感じなっていうのが、あ、そういえばこの時期何してたやっていうのが見えてくるんじゃないかなと思ってます。いや、そうですよね。だからもうその体制文系で何歳っていうのを見ながら、はい、日夜反省してますよ。そうですね。それが体の中の、まあ、エピジェネティクスというですね、生体分子使ったものに、よる計算によったデータなんか見ると、より、個人ごとのですね、プレスリメディスに合った、予防ができるんじゃないかなというふうに考えてました。このエピジェネティククロックっていうのは、東北メディカルメガバンクの地域の被災地の医療を支えるという面でも意味がある研究だと実は思ってるんですけど、そこの関連を説明いただけますか？ありがとうございます。まず、我々のモデル、こちら、岩手での参加者の方々を、利用したモデルですけれども、当然これ、じゃあ、長生きな、ところの地域、例えば沖縄であったらどうなんだとか、いろいろな考え方があると思います。ぜひですね、これを発展させて、いろいろな地域の方々の、エピの年齢を推定するとともにですね、今、宮田さんおっしゃった、そのストレス、これがですね、ご存知の通り東日本大震災ございましたので、こういうストレスが、参加者の方々にかかっていたところもあるかと思いますし、今回少し早めに説明したので、見づらかったところあるかと思いますけれども、当時ですね、妊娠されていた方もいらっしゃったかと思いますし、小さいお子さんいらっしゃったご家族もいらっしゃると思います。小さい時に、あるいは生まれる前にですね、生活習慣によってエピゲノムに影響を受けて、生活習慣病ですとか、様々な病気、あるいは、成長にですね、影響があるっていう概念をドーハットっていう考え方がございまして、このあたりも今後ですね、参加者のお子さんなどの血液などのサンプルを使いながら研究進められればなというふうに思っておりました。はい、そうですよね。いや、ですから、これってそういう意味では意味があるし、逆に言うと、その、治療法ですよね。ストレスによる PTSD のようなものに関する治療法の開発にもつながるだろうというふうに思っています。で、まあ、今回は東日本の大震災ですけれども、湾岸戦争の帰還兵とか、あるいはドレスデンの大空襲の時の妊婦の出産時などでも、明らかにこう、エピジェネティクスの変化と疾患の関係が分かり始めてますので、ぜひ病気だけではなくて、健康という側面からも、まあ、このエピジェネティクスクロックっていうのが、まあ単なる若いっていうところで喜ぶだけじゃないっていう社会的な意義もあるんだってことをぜひ皆さんにご理解いただきたいというふうに思っています。さて、もう一つ。これ、どうでしょう？今までのバイオアメージングで、実は臓器ごとにエイジングのパターンが違うというようなことも言われておりましたが、先生、今測ってるのは血液です。はい、血液で、しかももう全血でそのまま溶かして測っておりますので、細胞ごとにっていうのはなかなか難しいところがありますし、あと細胞の、血液の中の細胞の種類もですね、まあ我々手法でどの細胞がどれくらい入っていたかっていうのをコンピューターでこう逆算して出すことができるんですけれども、その細胞がじゃあどれくらいだったかっていう計算はなかなか難しいんですよね。なので、例えばその肝臓だけ年取っているとか、肺が、心臓がっていうところは我々のデータからはなかなか難しいところはあります。はい。で、今後、こういったものの臓器別の、クロックみたいなものを、まあ、ちょっとショック受けますけど、脳が80歳ですって言われると、ちょっとショックなんだけど、まあ、それなりに、臓器別に、例えば自分のいろんな生活を見直してみるみたいなこともできるとは思うので、これはどうやって測れると思いますか？そうですね。動物ならできるんだけど、人だとバイオプシーで難しいですよ。そうですね。まず通常回収できるのが、まあ、唾液、血液、それからですね、尿ですね。このあたりしか通常取れないので、その3つの細胞がどの組織と非常にこう関連のある密流化状態になっているかっていうのを、まず調べていて、どうも例えば尿の細胞は何々細胞、
もしくはどの組織と関連があるので、こちらを測っておけば間接的に肺の年齢を測ったのと同等である。あるいは血液だったらもう当然骨髄ですとか、免疫系のところについてはどうも関連があるから、こっちを測っておけば、まあそこも間接的に測れるだろうということは見えるかと思います。で、あとはですね、どうしても気になるのが癌ですよね。今回我々は、モデルを作るときに癌でない方ということで測定しましたので、今後例えば癌の方は、はい、エピゲノムが加齢に進んでいるのか、うんうん、あるいは、がんのサバイバーは元に戻っているか、うん、進めたいなというふうに考えておりました。なるほど。逆に言うと、もう全血で見てるってことは、血球細胞の中で DNA のあるものっていうと、やっぱり免疫系の細胞になりますよね。そうですね、はい。T セル、B セル、はい、それから、まあ、好中球と言われるようなものですけど。はい、だから、意外とこれは免疫系のクロックなんじゃないかと私は思ってたんですけど。あ、確かにそうですね。特にあの、110歳以上のその、スーパーセンテリアンの、炎症作用のところが特に出てきたっていうのは、うん、我々がその血液を使ったからっていうところは、あるかと思います。なので、まあ、これがもし、例えば、口腔内細胞ですとか、唾液、尿などを使ったモデルだと、もしかすると超110歳の方々が逸脱して、かつその、関係のある、メチル化っていうのは別の、場所に出てくることになったかとも思います、うん、いや その可能性はあると思っていました。ただ免疫系ってやっぱり加齢にものすごく影響してると思ってるので、ですから免疫系を見るっていうのはまず正しいかなというのが一つ、からもう一つは多分神経系みたいなものも相当関係してくるんだけど、この神経系の年齢をどう測るかっていうのは、ちょっと自分がその被験者になっただけで恐ろしいって感じがするので何かありますかね。さまざまな研究進んでおりますし、まあ、文化誘導などもできるようになってきておりますので、うん、まあ、今後ですね、まあ、私どもの教室だけではできないんですが、血液細胞からダイレクトトランスフォーメーションで、うんうん、細胞を作って、そこの、メチル化を見るっていうのがもしできるようになると、まあ、直接測るのとは違うんですけれども、ある程度は、まあ、少し見ることもできるかもしれないなとは思いました。なるほど。さあ、そろそろ皆さん質問が、お、25も来てる。これはもうストレスでエピゲノムが変わりそうなぐらいしてますけど、最初の方からいきます。はい。百獣舎では抗炎症を引き起こす遺伝子がより活性化しているということですと、抗炎症作用は長寿につながる良いこともしているのでしょうか。ありがとうございます。これ活性化してるのかな、抑制されてる、どっちですか。活性化されてますね。活性化されてる。うん、はい。ですので、超百獣舎の方々は、結局、その今回、前向きポート研究ではなくて観察なので、実際その、この、遺伝子の発現が変化したことが、直接その、それを活性化することで長生きすることができるかということはわからないです。結果として見ているところだけなので。うん、はい、なので、まあ、これからですね、本当に前向きポートで、研究を進んでいくことで、見えてくる部分があるんじゃないかなと思いました。なるほど。これ TGF ベータ系ですよね、確か。あ、そうです。はい。うん。TGF ベータですね。そうなんですよ。だから、まあ、仮に、まあ、ちょっと、これはまだ研究として考えるべきじゃないですけど、散文的に、文学的に言うと、まあ、慢性炎症っていうのが老化の原因だっていうのは、なんかもうみんなの常識みたいになってるので、スーパーセンテネリアンの方々が、TGF ベータ系をアクティベートして、老化作用を、炎症作用を抑えてるみたいな説明もできるかもしれないということですね。はい、はい、次いきます。百獣舎には男性より女性多い印象ですが、エピゲノムで見ても男女差がはっきりしているのでしょうか。あ、いい質問だな、これ。ありがとうございます。これ実はですね、最初男性モデルと女性モデル作った後にですね、うん、男女混合モデル作ったんですけど、実は男女混合モデルできちっとモデルで推定できまして、特にエピゲノムの観点から女性の方が若いということはなかったですね。なので別の要因があって、女性が長生きするっていうところがあるかと思います。うん。なるほど。ということは、
例えば80歳に80歳男女だったら、まあ同じようなエピジェネティクス。そうです、そうです。なんですけど、はい。なので、このエピゲノム年齢が、例えば80歳の方は80歳っていうのが出てきますので、これがだから、現在ちょうど抜けてる。実はですね、先ほど説明した時にお話ししたのですが、これちょっともう一回映しますと、実はですね、ここが我々の、ウィークポイントでして、うん、100社コホート実は70代までなんですね。で、今回参加いただいたのが110社コホートということで100歳以上なので、ちょうどこう亡くなる方が多い80歳から90歳の部分のデータがないんですね。なので、これは我々どうしてもですね、クリアしなくちゃいけない課題だと思いますので、今後こう80代、90代の方々の、まあ、参加者を持ってらっしゃるコホートと連携してですね、その方々の、まあ、エピギノエネルギーを見ていくと、まあ、かなりこう、うん、何かしらの変化があるんじゃないかというふうに思っておりました。ここでもしかしたら男女の差が出てくる可能性はあるかもしれないです、うん。あるいは、ここで110種の差が出てくる可能性がある。そうさっき言ったように、はい、逸脱しますよね、エピゲノミブロックから、はいはい。そこが例えばもう、なんか、70代から80代ぐらいで始まってるんで。はい。で、こう逸脱した人はきっと長く生きるんじゃないかと思って、前向きコホートでやると、交通事故でお亡くなりになるとか、がっかりするようなこともあるとは思うんですけど、そういうインシデンタルな事故死みたいなのを除くと、わかるかもしれませんよね。はい。で、僕なんかもっと言うと、もう時すでに遅しなのかもしれませんけれども、その110歳になるために、エピジェネティックスを正常化するのは、いつ頃から努力したらいいのかみたいな。そうですね。まあ、加齢ということを考えると、おそらくもうすでに僕も含めてですね、ここに参加していらっしゃる方々、ほとんども加齢は始まっているというふうに思いますので、それをまあ、今の段階でどう抑えるかってことかと思います。どれぐらいゆっくりするか。まあ、その中ではもちろん食べ物ですとか、運動ですとかは、効いている部分あると思いますので、うん、今後ですね、少し先の質問にもあったかもしれない、あったかと思いますが、やはりその生活習慣ですとか、まあ、食べたもの、飲んだものと、エピゲノム年齢がどう、関連するかという研究は、まあ、必須かなというふうに思っておりました。はい。で、それに関連して、エピゲノムの状態は地域による差はあるんでしょうか？これまだデータが、ね、これはあるかもしれないですね。実際まだこれからのところです。うん、我々はまだモデル作ったところだけですので、これが全国、46都道府県の、上から下までの参加者のエピゲノムを測定したときに、どういう方々がどれぐらいの年齢なのかっていうところと、例えばその地域ごとのですね、平均寿命と比べたときにどうなるかっていう研究も、うん、まあ、これからの発展の部分だと思います。なるほど。今、沖縄が急速に男性なんですけど、平均寿命が短くなってるので、そういうような変化みたいなものも、ぜひご研究いただきたいと思います。スーパーセンチネリアの解析結果すると、推定式は不完全だというように理解すればよろしいのでしょうか？というのは、手術の研究から炎症状態や老化を促進するということで、ほぼ確定していると思われるからです。これは TGF-β 系が老化が進んでるっていうような表現が、ちょっと誤解を生んでるのかもしれません。いかがでしょう、清水先生。ありがとうございます。そうですね。老化が進んでるって表現はなかなか難しいところで、我々のモデルからすると、うん、そのまま推定した式よりは、より変化が大きいというところですので、その部分については、モデルが、不正確というよりも、もちろん110歳の方々の、年齢が110歳と出るように調整するモデルというのが作ることができれば、当然こう、どの年齢でも推定できて何も逸脱しないということになるかと思いますけれども、まずまあ、これは技術的にも難しいですし、実際国内の参加者の方々を変えても不可能だというふうにはわかりますけれども、この後ですね、先ほど言った通り、その80代、90代のデータが入ってくると、もう少しその影響が見えてくる可能性はあります。ただですね、すでにいわゆる成人の20代から70代までかなり長い期間のエピゲノム年齢の変化というものを見た上で、数百人の方々の、メチル化が特に顕著に、異なっているというところが見えてきているわけですから、これはモデルが不完全というよりは、もう超110社の特徴であるというふうに考えてよろしいかと思います。
これもう一回確認させていただきますけど、センテネリアンあるいはの方々、百事社の方々の抗炎症は加齢が進んでいたっていうのは、抗炎症のアクティベートが起こってたっていう意味ですか？あ、そうですね。抗炎症作用に関わる部分の DNA メチル化がより、年齢モデルからすると進んでいるように見えたということで、炎症を引き起こすのが進んでいるわけではないです。逆ですよね。炎症を引き起こさないことになっているわけですから、うん。炎症を抑えるような形で、はい、エビジェネティクスの変化が起こってたってことですよね。はい、わ、はい、かりました。途中の発言がもしかしたら間違ったかもしれないです。うん、そこがちょっとわかりにくかった。そうですね。少し説明がわかりづらいところがあったかと思うので、うん、ぜひ。この場合、メチル化は、スマッドのところのメチル化は、加齢とともに、実は減っていくんじゃないですか？違うんですか？ですね、こちらは、徐々にこうメチル化が減っているのが、より減っている状態になる。そうですよね。はい、したがって、要するにスマッドの読み取りが行われて、TGF-β が分泌されるようになるってこと。はい。はい。ここです、ここ。ですから、一般的に、老化と、慢性炎症はリンクしてるっていうのは否定されてはいません。はい、次参ります。iPS 細胞とクロックの関係はいかがでしょうか？いい質問ですね。ありがとうございます。基本的に iPS 細胞は全てリセットしてしまいますので、うん、仮にその高齢者、先ほど言って百獣者の、血液がありますので、これを例えば皮膚にしてどうかっていうことをすると、皮膚にする前に1回 iPS にした時点でリセットされてしまいますよね。うん、なので、iPS ではなくて、ダイレクトに違う細胞にトランスフォームする手法を使わないと、エピネティッククロックの解析っていうのはできないんじゃないかなと思います。はい、その通りですね。つまり、ダイレクトっていうのは、iPS を初期化するんじゃなくて、iPS のように、エピゲノムの痕跡を全部消すんじゃなくて、痕跡残したまんま、はい、文化を誘導するってことだ。分解度のみ変えるということができる、手法もいくつか発表されておりますので、そういう組織については、今後、110歳の方々の皮膚はどういう特徴があるかですとか、筋肉がどういう特徴があるかという研究はこれから進めることはできるかと思います。わかりました。110歳はスーパーセンチネリアンゲノムの特徴には遺伝的な影響があると考えられますか？具体的には168のスーパーセンチネリアンの間の血縁関係ってあるんでしょうかっていう。ありがとうございます。僕が少なくとも110社の中で、ご兄弟がいるみたいなお話を聞いていなかったので、ちょっと個人情報に関わるところなので、存じ上げないんですけど、ね、かなり110歳まで行ってる方は、後発に近いところがあるとは思います。一方で、超百獣の方々の五角形は皆さん長生きだということは分かっておりますので、長寿に遺伝的な要因が効いていることは間違いないと思います。うんうん、これがですね、なかなか夢がない話なんですけど、もしかするとゲノム中にエピゲノムを若くさせるような家系があって、それがあると、長寿になりやすいというところがある可能性はあるかと思っています。一方で一箇所だけ変わると、百獣になるって話も今まで聞いたことがないので、うん、まあそれはゲノム中に散在されているということだと思いました。なるほど。だから上げたり下げたりみたいな。一回、フロー遺伝子は一個ではないと。はい。はい。多分量的な形質だと思うので。その通りです。皆さんのところにもごく、全部とは言いませんけど、遺伝してるはずなので、その遺伝子を活性化させるような、ライフスタイルというのは見つかってくると素晴らしいと思います、はい、実際に何歳以上から大きくエピゲノムの変化が見られるのでしょうか？あ、そうですね、今回は、回帰モデル使ってしまったので、うん、見かけ上は同じような形で進んでいるモデルですので、うん、突然何歳から進むということのモデルではありません、はい、うん、そうですよね。ただ我々経験上しばらく会ってないとガクッとこう老化する人とそうじゃない人がいるんですけど、それはエピゲノムの変化というよりも何らかの病気をなすったり、ストレスがすごい、あ、でもストレスだからわかんないですね。まあそこはまた、そうですね。違うモデルで、はい、断面のデータしかないので、まあ、これからコホート、我々15万人の参加者がいらっしゃいますし、12万人の、
成人がいらっしゃるので、まあ、その中にはがんを発症した方ですとか、うん、強いこう、ストレスがあって疾患にかかった方とか様々いらっしゃいます。なので、それの上にですね、我々メガバンク計画では3回、3回いただいて血液いただいてますので、うん、その間にこう、イベントがあった人を特にバイオバンクから選んで出向してエピゲノム年齢を測定する、あるいは他のエピゲノムを測定することで、どういうイベントがあるとエピゲノムがどう変わるかっていうことを使うことができるバイオバンクというふうになっておりますので、ぜひ方々興味があったらお声掛けいただければと思います。うん、今清水先生は共同研究を積極的に求めていますので、ぜひ皆さんも何か、ご相談がありましたら、ぜひ清水先生にご連絡いただきたいと思います。ウェブで簡単にわかると思います。とても興味深くお話を伺いました。年齢と DNA メチル化は相関していましたが、高齢者でなくても、例えば40代、60歳でも、見た目にあるいは体力的に若い人はやはり、見た目が若く、体力的にも若い人はやはり実年齢よりもメチル化が低くなると考えていいんですか？ありがとうございます。これは非常に面白いテーマで、まあ我々もお話をしていて、まずこう見かけが何歳かっていうモデルを作んなくちゃいけないなって話はしました。顔写真を使ってですね、パッと見たときに、あ、これは何歳だなと思うっていうのをたくさんこう複数人の方で、測定してデータを入れてもらって、顔の画像のデータで大体何歳かっていうモデルをいかまず作ります。で、それを使って実際に参加者の方々の顔と血液のデータ、両方使ってモデルを作ると多分これが出てくると思うんですけど、なかなかの顔写真がですね、うん、使ったモデルを作るっていうところが、多分なかなか倫理審査難しいところもある。ああ、これが、ね。一方で、ぜひ面白い研究なので、まあ、このあたり、例えば化粧品の会社の方々がご興味持たれるなどがあれば、まあ、何か始めることができるんじゃないかと思いました。最近僕らいろいろ議論してると、ゲノムデータから、かなり顔の特徴、あるいは身長も含めてですけど、推定できるっていうような議論をよくしてるんですけど、そういう意味では、例えば今おっしゃったその顔写真に反映されるような、いろんなそのフェノタイプ、それに影響を与える遺伝子のエピジェネティクスの変化が、写真に最終的に現れるっていうロジックですよね、これ。そうですね。まあ、もし使うとすれば、顔の特徴の、論文多数出ておりますし、まあ、それを組み合わせて顔を推定するみたいな、論文もございますので、そこにエピジェネティクスクロックを使って、さらにここで何歳ぐらいだろうっていうのを使って、モデル作ることで、まあ、血液を使って、まあ、どういう方かっていうのを見ることができるようになると思います。で、こちらの本当にそうですね、法医学などの世界になってくると思うんです。血液が落ちていると、ボタンと。うん、でそれをこう、取って、ゲノムとエピゲノムを調べれば、だからこういう方で大体何歳ぐらいの方だって分かっちゃうんですよね。この辺ちょっとぜひ興味があったらですね、そういう小説書いていただける方がいたら、ぜひぜひお願いします。もう髪の毛も落とせない時代になっちゃうっていう感じですけれども。で、はい、じゃあ次参ります。エピゲノムで違いがあった部位はどのような遺伝子発現制御に関係してますか？今回メチル化ですので、メチル化が、いっぱいメチル化されてれば遺伝子は読み取られないということです。で、加齢の変化では、メチル化が進む場合と、メチル化が、減少する場合と両方あると考えていただきたいと思います。はい。次参ります。今回の領域で加齢以外にメチル化に影響する因子はありますか？これはわかんないですよね。どうでしょう？ありがとうございます。今回はですね、目的因数を年齢にしたので、それ以外のメチル化については見えてこないです。一方で、こちらの別の研究ですけど、我々の研究室では、例えば、大動脈弁膜症ですとか、腎がんですとか、そういう様々な病気の、エピゲノム関連解析っていうのをしておりまして、でそうすると、例えば腎がんの方ですと、この遺伝子のメチル化が変わっているっていうことも、まあ、論文などで発表しておりますので、そういう研究もたくさんございます。はい、わかりました。これすごく面白いんですけど、測定したエピゲノムクロックから余命がわかるかっていう質問が来ました。ありがとうございます。まあ単純にですね、男性の平均寿命、女性の平均寿命から引き算をすれば、おおよその
余命が見えてくるというのはわかると思います。うん、この部分につきました。もうもちろんイベントとしてはですね、影響の強い日本だと、まあ、例えば、癌で亡くなる方がかなり多くて、うん、それから循環器疾患で亡くなる方が、ほぼほぼ3分の2ぐらいいってしまうので、そういうのを予測することを組み込むことで、より一層余命が見えてくるんじゃないかと思います。単純にエピゲノムクロックだと平均の余命ですけど、そこにリスク、疾患のリスクを乗せることで、今あなたはエピゲノム年齢を推定すると何歳だけど、他のですね、血液検査の結果からあなたは今脳梗塞のリスクがこれぐらいなのでこれを変えないとそれよりも早く5歳ぐらい早く亡くなる可能性がありますよって見えてくるとそれがある意味余命を予測するということになってくるかと思います。はい、わかりました。で、これ今いただいている質問でもうすでに回答したものがありますのでこれは飛ばします。加齢によるメチル化は老化の原因なのか老化の結果などこれについて知見はありますでしょうか。これはですね、老化の結果というか、もともとはですね、細胞の、制御異常がスタートかと思います。で、それは環境によって、ある細胞の、特徴が変化していって、ある一部の細胞が変化すると。で、そこから最近分かってますけど、いろんなこうファクターが出てきて、周りの細胞に影響を受けるっていうことが分かっていますので、最初のスタートはトリガーとしては環境要因で、それを受けて、細胞が、遺伝子発現異常などを起こして、その細胞によって、周りの細胞なども、引き続き影響を受けることで、結果として加齢につながっていくということだというふうに考えております。はい、ありがとうございました。身長の伸びはエピジェネティクス的には分かっているのでしょうか？どの程度遺伝するのでしょうか？また子供の虐待は連鎖するというふうに言われますが、親の精神状態とエピゲノムの関係は分かりそうでしょうか？これは簡単に答えてください。ありがとうございます。身長の伸びはですね、エピジェネティクスブロックには分かってないんですけど、ゲノム情報のみでおよその身長を推定するというモデルは僕も作っています。で、また子供の虐待についてはですね、すでに、マウスでは証明されておりますし、人でもですね、孤児などで、オーファンの子供たちの情報からですね、どうも影響するということも分かっておりますし、疫学的な情報から おそらくですね、2世代前、おじいさんおばあさんの生活習慣が孫に影響するということも分かってきております。はい、そうなんですよ。だからおじいさんおばあさんも心正しく生活しなきゃいけないっていうのが今常識になり始めているということです。がん以外の生活習慣病を発症してしまっている人と発症していない人を比べた場合エピゲノムの差はありそうでしょうか？ありがとうございます。まずですね、生活習慣病を発症した人のエピゲノム変化はあります。で、エピゲノム年齢まで影響しているかっていうところはこれからの研究です。ですね。それから、遺伝的な背景の影響は親族を幅広く解析することによって分かってくるという理解でよろしいでしょうか。3世代コホートの効用のようなものですね。はい、あ、その通りですね。はい。うん。はい。じゃあ次行ってまいります。臓器によって老化の具合が違うとのこと、スーパーセンチネリアンの肝臓だけ30とか、腎臓だとかが30だとかを、ありえますかって、これは、いただくわけにいかない。そうですね、はい。ちょっと難しい。これはもうちょっと待ってくださいってことですね。はい、ただ、はい、極論そこまではですね、差はないと思いますので、逆にですね、これもぜひやりたいと思っているのが難しいのがですね、移植を受けた方のエピゲノムをすごく気にしてます。心臓移植を受けた方は、ダイレクトに血液に触りますので、その方の血液のエピゲノムどうなるかということは、すごく前から気になっておりまして、ただこのあたり、まだまだ参加者の数が多くないとできませんので、引き続きですね、臓器移植を受けた方のエピゲノム年齢、これは気をつけて研究していこうと思ってます。なるほど。要するに心臓の年齢と、それ以外の身体の命令がずれてるわけですもんね。その通りですね。肝臓なんかは特にですね、親御さんからいただくことなどもありますので、お子さんが肝臓はだから30代っていうことが、ダイレクトにもあるわけですよね。こういう方々のエピゲノム年齢測定すると、もしかすると通常の方よりも進んでいる、あるいはある特徴のあるエピゲノム状態を持っているということも見えてくる可能性あるかと思ってました。わかりました。どうしても免疫抑制剤のものでおりますので、そっちの影響もあるかと思いますけど。そうですよね。はい。銀さんのお子さんも確か長寿でいらっしゃったと思います。長寿に聞いているのは生活習慣なのでしょうか？
まだ今後の研究ですか。先ほど冒頭でおっしゃってました。両方ですよね。そうですね。百獣者が増えているってことは、要は生活習慣を改善することで長生きをするということですので、それは影響することがあるかと思いますし、あとはご家族が長生きするってことで、ゲノムの情報も聞いているの両方影響していると思います。はい、ありがとうございます。生活習慣に変えれる部分を変えていって、長生きで健康でいられるようにしたいということが、目標ですよね。はい。玉井さん、情報提供ありがとうございます。スマッドセブンは、TGF ベータファスへのネガティブレギュレーターの、ね、推定モデル合ってると思います。ありがとうございました。すいません。百獣者の血液を注射することで老化を制御できる可能性がありますか、猟奇的ですかっていう。ありがとうございます。これ実はですね、マウスですでに研究されていて逆なんですよね、お年を召した方、老化したマウスの血液を若いマウスに入れ替えると若くなるっていうのは分かっておりますので、これは超百獣者じゃなくて、若い血液を入れるという方が結果的に、若くなるというふうになのが考えられると思います。で、これもですね、実は話をしたことがあって、輸血を受けた場合に、そこからの採血して宇宙がかかると、要はドナーの方の拡散情報も入ってくるので、これどうするかっていう話は以前しました。ですので、血液輸血を受けた方の、すべてその細胞が、クリアランスされたところでどうなるかって研究も一つ、テーマとしてはあり得ると思います。はい、わかりました。顔データとエピゲノム年齢との相関はいずれ AI で解析できますか。そうですね、できると思います。ただインプットのデータはどうしても必要ですので、これは最初に参加者を応募しなければならないので、もしそういうのがあったらですね、ぜひ、参加した皆様ですね、そういうプロジェクトに参加するとですね、こういう研究が進んでいくと思います。ありがとうございます。いや、きっと化粧品会社であると思うな、こういうの。そうですね。だから化粧品会社の方々がそのデータを持っていて、かつ、もう一度その方々に連絡することができ、かつ、血液もいただけるってことになると、今の話はできるかと思いました。さあ、最後の質問まで来ました。もう1分あれですけど、もうちょっと我慢してください。がんでなく、認知でなく、体重も適正である方々は、平均的日本人からは非常に健康優良だと思うので、モデルとしては特殊で偏りがあるんではないかと言いますけど、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。これはですね、非常に難しい問題で、どういうのが平均的かっていうところが、我々も最初議論しました。で、当然ですね、コホートに参加されている方々をランダムに選ぶっていうこともできるかと思いますけど、一方でですね、体型もしくは喫煙などは結構ですね、世代によって変わってくる部分があって、それを揃えるために、バックグラウンドを減らすためにですね、モデルとして今回、健康的な方を選びまして、一方で、これで我々のものでできることは何かというと、タバコを吸うことで、我々のモデルから比べて何歳年を取ってるかっていう解析ができるようになってきますので、今後そのような方々のデータをぜひぜひ取り入ってですね、それらも、モデルとして組み入れて、公開していきたいなというふうに思っておりました。ですよね。そう、悪い生活習慣の人を集めるっていう。はい。その場合にだいたい平均何歳年を取ってるっていうことです。がんにかかると5歳年を取ってるとか、そういうのが見えやすいモデルにはなってるかと思いました。なるほどね。で、その年を取ってるって言った場合、今は血液のエピジェネティクス年齢ですけど、はい、多分多くの人たちは見かけっていうのが結構あれなので、さっきの顔写真の年齢判断とうまく連関するとね、で、あなたこういうふうにこのままタバコ吸い続けてると、あと10年でこうなりますよっていう、顔写真が出てきたら少しは喫煙率も下がるかなというふうに思ってます。これは本当真面目な話だと思いますよ。やっぱり、いかに行動変容をさせるかってすごい難しいので、これを自分の今の状態が10年後にこういうふうになっちゃうってことをリアルに実感させるだけでも相当な健康改善効果があるか、それがストレスになってもっとエピジェネティクスが進むか。悪い冗談も言いたくなるようなポイントなんですけれども、多分これを使ってどうやってカウンセリングするかみたいなスキルも必要になってきますよね。どうですか？そうですね。ぜひ、今、臨床遺伝専門医の先生方ですとか、認定遺伝カウンセラーの方々は、がんも対象としてお話しするようになってきますので、それが加齢ですとか生活習慣病にも遺伝というのは絡んでますので、こういうお話できるようになってくれると、さらに、
個別化部につながるんじゃないかなというふうに思っております。わかりました。まあ先生の今後の研究には常にウォッチしたいと思ってますんで、2年後ぐらい再登場を予定しておいていただきたいというふうに。承知しました。頑張って結果を出していきたいと思います。よろしくお願いします。矢田さん、お返しします。はい、ありがとうございます。140人もまだ残っていただいて、本当皆さんありがとうございました。ありがとうございました。生活習慣を遺伝するというか、引き継がれるということで、もうちょっと遅いかもしれないんですけど、心して過ごしたいというふうにも思いました。今日は清水先生、宮田さん、本当にどうもありがとうございました。皆様、先生方に大きな拍手を、お願いいたします。リアクションボタンでも結構です。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。清水先生、ありがとうございました。参加者の方も素晴らしい質問ありがとうございました。はい。それでは、失礼いたします。失礼いたします。